日本天才製党株式会社は、東京都港区に本社のある企業。略称は、日店、または日天、日店。砂糖部門、イースト部門、飼料部門、紙筒部門、ペーパーポットその他部門、明治政府の下で、近代的な基幹作業育成の一環に、ビート塔業を位置づけていたが、原料の栽培や製陶を軌道に乗せることができず、一時は、北海道内から姿を消した。 第一次世界大戦が勃発すると、砂糖の国際価格が暴騰した。そこで、松方正義の長男で、帝国政党社長であった松方政馬が、1919年に、北海道政党、翌年には旧、日本天才政党が設立して、北海道に、ビート政党が復活した。北海道政党は、火星群大将村、旧日本天才政党は、 上川軍人、前村を付設し、原料運搬だけではなく農家の生活にも重要な役割を果たした。創業期から天候不順などによる厳しい経営が続き、北海道政党は創業から11年間で利益を計上することができたのは現存会計した年の1回のみであったほか、旧日本天才政党は1923年に明治政党へ、 九州合併されることを余儀なくされた。その後、例外でも被害の少なかったビートは関連作物としての有用性が認知され、工作面積の拡大に伴って、帯広と清水の工場で処理しきれなくなったため、北海道拓殖計画に基づく北海道庁の行政指導を踏まえた上、1936年に北海道政党が川上郡し茶村、明治政党が 上川郡志別町に工場を建設した。ところが翌年に日中戦争が勃発すると国の施策が軍事優先となりビート塔業は肥料不足などで衰退していった。1944年には第二次世界大戦の戦時要請に基づく企業統合により北海道政党は明治政党の参加となり北海道工能工業と解消した。 これに伴い、北海道うちのビート塔業は、帯広、幾分内、市別の工場が一社に統合することになり、清水工場は砂糖製造を廃止して、軍の命令による航空燃料用のブタノール工場になる計画であったが、転換途中で終戦した。1947年に、北海道工能工業は、日本天才政党と解消した。 戦後は自由経済によりビート等が安価な輸入等との競争にさらされることが危惧されたため1953年からビート等を日本国政府が買い入れる10年間の現時法、天才生産振興臨時措置法が施行した。安定成長の法的根拠を得たビート島業は製紙業、セメント業界と共に三白ゲーキを迎えて戦後復興期を支えた。 1959年には、網走郡美幌町に、政陶所を建設した。この時期には経営の高角化と体質強化を図るため、山口県下関市に、政陶所、帯広市に、資料工場、清水町に、紙筒工場を建設した。特に、紙筒工場で開発したペーパーポットは、苗の移植栽培を可能としたため、終了性が、 飛躍的に向上した。1963年に砂糖が自由化し、1965年に砂糖の価格安定等に関する法律を施行したが、製糖会社には合理化の波が押し寄せた。日本天才製糖も厳しい経営であったが、この頃の北海道内における B 糸の作付け面積は5万ヘクタールを超えており、1ヘクタールあたりの収量が40トン台にまで伸びていたため、 1966年に、私別製党所の設備を増強したほか、1970年には、火星群目室町に、東洋一とも言われる大型工場、目室政製工場を建設した。同一原料収穫区域に帯広と目室の2工場が、稼働することになったため、1976年に、周辺の都市化が進んでいた帯広製党所を閉鎖し、翌年に、 メムロ製糖工場に統合した。メムロ製糖所は日本国内初となるビート糖液をタンクに貯留し、原料処理終了後に生成工程に戻す濃厚汁製糖法を採用しており、作業の効率化、低コスト化に寄与している。1989年には旧帯広製糖所の一角にビート糖業の歴史を紹介する企業博物館、ビート資料館が開館した。 1998年には、帯広の工場跡地を活用し、伊東洋華道帯広店を各店舗とした日展ランプラザを開業し、2004年には隣接してフレスポ日展がオープンした。2008年に広群広尾町において日清丸紅資料との合弁会社、十勝資料を設立し、2010年には、 トカチ港に隣接した資料製造工場の試験創業が始まった。ありがとうございます。